東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？J2 リーグは6日に第2節が行われた。ファジアーノ岡山はホームでジェフユナイテッド千葉と対戦し、フォワードを下に勇気の2ゴールで2の1で勝利。ホーム開幕戦を白星で飾った。序盤から主導権を握ったのは千葉だった。前半26分、フリーキックの流れからディフェンダータタラアツトが上げたクロスをペナルティーエリア内左のディフェンダー近藤直也がヘッドで合わせるも左ポスト直撃。39分にはミッドフィルダー井出春也の右足ミドルが岡山ゴールを襲うも、わずかに枠を捉えきれず、スコアレスのまま前半を終えた。前半はなかなかボールを持って攻撃のリズムを作ることができなかった岡山だが、後半は一転して相手陣内に攻め込む場面が多くなる。すると後半6分、サイドチェンジで相手ディフェンダーを揺さぶると、ミッドフィルダー片山栄一が左からゴール前に入れたボールを押し谷がヘッドで押し込み、先制のゴールネットを揺らす。さらに岡山は後半17分、ディフェンダー武田忠のパスをペナルティーエリア内右で受けたフォワード赤嶺慎吾が中央に折り返し、押し谷が頭で合わせて 2-0 とリードを広げる。押し谷はこのゴールで J2 通算50得点を達成した。追いかける状況となった千葉は後半20分にフォワード吉田真希人とミッドフィルダー長澤和樹を投入。攻勢を強めると25分、フォワード船山隆之のスルーパスに反応した長澤が右足でゴール左隅に流し込み1点差。長澤は開幕戦に続いて2試合連続ゴールとなった。しかし反撃もここまで。千葉は同点に追いつくことができず、 1-2 で今季初黒星を喫し、開幕連勝スタートとはならなかった。